3本目になりました。今日、1979年の KID、YW の 500R という、多分当時一番安い KID の楽器だと思います。で、表版は、スプルースで、サイドバックが、一応合板ですけど、はからんだで、ほぼほぼヘリンボーンが入ってまして、D28 の、ね、ヘリンボーンモデル、全くのコピーだと思います。多分大当たりの楽器だと思いまして、すごく大きな音がします。YW の 500R です。